はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージです。では今回はスプリームルーラー2020日本プレー続きをやっていきたいと思います。早速外交が来ているので外交を受けておきましょう。軍事物資売って626ダル、これはお金が欲しいんでもうどんどん売っていきます。とにかく今ねお金がないんで、さて貿易赤字の解消をしていきたいけど、産業物資だな、産業物資、産業物資が壊滅的な状態になってるんで全く売れない状態になってますからね、というか作れてない状態って言った方がいいのかな。提供項目、予備ユニットをいくつかくれますよと。で逆に何してほしいの。いやお金をくれっていうのこれ無理だよ。確かにプラスにはなるけどね。金融資産の価値としては1261メガのものをもらって842メガを上げるんだから、まあ、約400メガプラスにはなるけど、キャッシュで840に払う余裕がないんで今拒否しましょう。産業物資が作れてないもんな今生産のラインとして。でこれは結果的に石油なんでしょ。石油をどん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 、輸入していかなきゃいけないのかな。今としては需要が8000、これに対して消費が追いついてないわけだ。だから買ってかなきゃいけないんだな。石油をちょっとピンポイントで調達していくか。まとまった量必要になってくるって考えると石油が入ってこないから全てが生産のラインが止まってますよね。でこれは一人にお金がないからであって金を獲得していかなきゃいけないな。困りましたね。どうしようかな。どっから手を加えたらいいのか。本当に戦争でボロボロになったな。まだ韓国と中国が戦争してるけど、ここでちょこ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 、これはただ単に石炭をくれるってこと？要求項目なしだもんね。よし、これはもらおう。石炭をもらって。ちょっとでも、回復しよう。石炭とかこんなに必要なのに、ゼロだもんね、取引が。ちょっとまずいよな。これ見ると
やっぱり石油だな。石油が全然足りてないな。石油、石炭、鉱石、この3つですね。石油、石炭、鉱石、まあ、ウランは正直良くて、もう一度上から見ていくと、穀物は原料使用が電力ですよね。まあ、水も電力だと。材木に関しては何もない。で、石油はそのまま原材料扱いになっているので原料はないですよね。石炭、鉱石も同じですと。あ、でも鉱石は石油と電力が必要なんだ。施設建設が中止されているな。工業製品の欠乏ね。で、ウランは何もないね。で、電力には石油、石炭、ウランが必要だと言われている。で、消費物資には産業物資が必要。で、産業物資には石油、電力、石炭、鉱石。ってことは石炭と、やっぱり石油と鉱石。これらをまとめてガシガシ買っていかなきゃいけないんだな。石炭。これをどっかからとりあえず調達しなきゃいけないけど、今そのお金がないからな。かといって石炭の工場を建てる順番としてはだいぶ後になっちゃうしな。でもとりあえず石炭を作ろう。そっからだな。石炭が取れるところを探そう。石炭とかってどこだろう。取れると、あ、この辺だな。お金がないな。金がないわ。このままだと本当に消費物資がない。消費物資がないか。消費物資を作る余裕がないんでしょ。今産業物資がないからまずいな。産業物資、石炭がないな。困りましたね。どうする。25% の国債を発行するなんてもってのほかだからな。ちょっと備蓄している、軍事物資、これを戦争中の韓国と中国に売りさばこう。それだな。それしか何も思いつかない。外交してアジア、ここからサウスコリアを選んでいきましょう。サウスコリア、ここで製品、軍事物資、これを大量に。で、金を巻き上げよう。で、これと同じことを中国に対してもやっていこう。両方に裏で支援するっていうね。ちょっとそういう悪どいことをやって、金を、とにかく金を。外交拒否されたか。まあ、そりゃそうだよな。ここは、地道に。地道に売っていくしかないから、ちょっとずつ金額を下げたり量を調節してやっていこう。緊急的にもうどんどん売っていかないといけないからね。外交拒否するよな、そりゃ。中国も外交拒否。いや、そんな冷たいこと言わないでよって言いたいけどな。こっちはね、
お金がなくてピンチですからね。外交拒否、外交拒否、外交拒否、どこもかしこも外交拒否だな。とにかく売りさばいていきたい。タイもなんか怪しい動きしてたよな。タイにちょっと軍事物資を売りさばこう。さて軍事物資を売ってだ。お、外交取引成功してる。さすがタイだよ。本当にタイありがたい。いや、マジか。いや、もうタイにすがるしかないわ。タイにもっともっと売ってこう。いや、いやもう462まで減ってる。外交の申し出。これはどこ？スイス？だね。一時的に金をくれると。ありがたいわ。本当にありがたい。本当にね、世界の国々から温かく援助してもらってるなっていう感じがする中、この仕打ちですよね。韓国と中国の。いやー、韓国もようやくこっちに金を払う気になったか。外交拒否は？さすがにタイもこの6000円をくれない？ 6000 メガダラーは。まあでもだいぶ国交が回復したね。これで石油をまた買っていければ。石油がなー、大赤字だよなー、これ見てると。どうにかなんないのかな、この石油の赤字。これ石油きついな。いやー、この石油のマイナスどうにもならない。どうしようかな。石油がマイナスだと全部がマイナスになりますよね。作れなくなって。いや、備蓄してる軍事物資をもうどん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 売りさばくしかないだ。国内で消費物資だよね。いや、もう95しかないよ、お金が。やばいな、マジで。ちょっとまたタイに軍事物資買ってもらおう。いや、この自転車操業的な感じになってるけど、もうしょうがないよな。もうどん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 売ってこう。戦争を始めたそうな国に。これ場合によってはあれだよな、北朝鮮が存在してたら北朝鮮にも売ってたかもしれないですね。
まあ、韓国も金がないからね、国庫に。どうしても無理だよね。買いたくても買えないっていう状況なんだろうな。これ見てるとでも韓国もかなりピンチだよね、お金は。チャイナも買ってくれないね。ただもうしつこくしつこくこれをやっていかないと。お金がないからな。ただ中国も軍事物資いくらあっても困んないと思うんだけど。タイもこれ以上は買ってくれないかな。いやー、そしたらタイに技術を提供する。ここは我々の技術を提供して、その分金を受け取りたいな。ミサイル技術を売って金を要求しよう。タイにひたすらに、タイ、中国、韓国に我々の軍事技術を売りさばこう。それで一時的に金をなんとかね、つなぎましょう。まあ、でも本来日本ってその技術をやっぱり売りにしていかないとね、生き残れないですからね。外交取引は成功するよね。よし、これを主軸にしていこう今後は。まずはタイなんだけど、タイは金はいくらでもあるよね、まだ。なのでタイに対して今の戦略でどんどんとミサイル技術をまず売りさばいていきましょう。陸上発射系からどんどんと売りさばこう。そうなるともう一気にやっていく。まあ一気にやってどこまでその受け入れてくれるかというのは分からないけど、とりあえず全てのデザインを提供しよう。その分金をくれ。ちょっと待ってから、一時的に金はこんだけしかくれないのか。これはちょっとさすがにないな。外交拒否。まあ中国はもういいや。今はねタイなんで、タイに外交取引成功。これがタイに売ったんだよね、ミサイル技術を。462ゲット。よし、これをやっていくしかない。もうの発射の技術をすべて売って1584メガ。うん、これだな。こういう形でどんどん全世界に我々日本の技術を売ろう、金のために。もうそれぐらいね、追い込まれちゃってるんですよね今で。生産の方はどうなってるかというと、厳しいよな。お金がなくて全然厳しいよな。本当に厳しいわ。これだから、片っ端からまず陸上発射系の技術を、どんどん売りさばいていこう。まあ将来的に自分の首を絞めそうな気もしますけど、まあ、今、ピンチなんでね、しょうがないですよね、これは。
まあ、彼らも喉から手が出るほど欲しいはずだ、我々のミサイル技術は。いや、今軍事施設とか本当いらないわ、今思えば。ロシアとかにもね、我々のミサイル技術を売っていこう。まずは航空発射系の技術、足りないもの、そのすべてを。15しかくれないのか、15だったら売る意味ないよな。いやー、ミサイル技術売れるわ。ミサイル技術めちゃくちゃ売れる。これで一気に国庫の回復も夢じゃなくなってきたな。ちょっと本当にこれ重点的な政策として進めていこう。めちゃくちゃミサイル技術売れるわ。あとは潜水艦技術とかも売れるんじゃないか、この中国には。中国対韓国っていうか、もう全世界に本当に売りさばこう、この我々の技術を。いや、潜水艦技術も中国に流出だな。おー、ミサイル売れるね。本当に売れるわ。外交取引拒否とこ。あー、潜水艦技術はいらんと言ってきたのか、中国。やるな。まずはただアジアに重点的に、技術を売りさばいていきましょう。金がない、国庫がないところには絶対売れないので、国庫があるところを中心にバリバリ売っていこう。売れるだけ売る。ミサイル技術を。ひたすらにミサイル技術を売りさばいていく。売るだけの。技術があるうちはひたすらに売ってこう。バングラディッシュにも売っていくぞ。バングラディッシュにもミサイルを売っていきます。ブータンとかお金がないから無理だよね。ブルネイもお金ないと。コロンビアもちょっとお金ないよな。チャイナだよ、チャイナ。チャイナめっちゃ金あるじゃん。ほんとにさ。まあ、外交拒否してくるところもあるだろうけれども、そこはもう気にせずに。技術を売っていきます。80メガしかくれないか。いや、でももう全部とにかく売っていこう。インドにも売っていく。インド結構お金あるしね、これ見ると。いや、本当に金がないな。叩き売りだな、今の見てもらった通り。インドネシアも結構お金ありますね。お、外交の申し出が来てる。これどこ？フィリピンだな。一時的に916メガダラーをくれて、軍事物資が、1800。これは全然あげよう。ちょっとでもお金が増えることはどんどんやっていきます。じゃあインドネシアからまた再開していく。もう設計ですからね、本当に技術ですよね。技術、技術を売っていくっていうね。
結構ただ買ってくれないな。戦争中の国とかは全然買ってくれてる感じはしましたけど、戦争してない国ではなかなか売れない感じがするな、ここに来て。ただね、ミサイル技術は絶対持っておいた方がいいよっていう。そういう甘い言葉を投げかけて金を恵んでもらうしかないんだけどな。いや、なかなか買ってくれなくなってるな。国庫は相変わらず厳しい状態なんで、一刻も猶予もならない。この軍事物資、あるいはこの軍事技術をどんどん売っていかなきゃいけないんですけど、結構みんな買ってくれないな。どうする？これはこのままやってもあまり意味が得られなそうだな。ロシアに売っていくか。一緒にミサイルの物自体も売っていく。シンガポールとか戦争する気絶対なさそうだもんな。で、韓国はもう金がないでしょ。台湾とか買ってくんないかな。台湾とかが来るべき中国との戦争に備えて我々のミサイル技術を買ってくれればいいんですけど。80メガでしょ。だってこれ全然安いと思うんだけど、まあ、売る方も売る方でどうかと思うけど。ベトナムとかもな、買ってくれないかな。我々のミサイル技術、大安売りでも何でもいいから、もうとにかく買ってほしい。え、取引成功？どこ？あー、買ってくれたか。ありがたいね、台湾は。これでまた一時的に金が少し回復するね。じゃあ、上から順にもう、ミサイル技術は全部売ってったので、続いて、ミサイルじゃないものを売っていきましょう。とにかくね、軍事系のもの。そうすると海軍戦力かな。潜水艦とかみんな欲しいんじゃないのかな。我々の潜水艦技術。これでも絶対さ、バングラディッシュがさ、買ってくれると思えないよな。いや、GDP も下がっていくよな。燃料不足による行動できない。そうだろうね。今何にもないもんな。うわ、ついにマイナスに突入したぞ。ちょっと待ってくださいね。マイナスに突入したとなると気になるのが、国債を勝手に発行してないかどうかなんだけど。国債は絶対に勝手に発行するんだよ。利率がだって今 32.7% とか、とんでもない暴利だからな。国債は絶対に発行しないぞ。ついに赤字になりましたけど。いや、完全に経済が終わったな。経済が終わりを迎えましたね。ウランは必要量を自国で賄えていると。ちょっと待ってくれ、マジでやばいなこれ。どうしようかな。そうすると石油を買う金がないんだよね。石油さえ買える金がまとまった額入ってくれば
消費物資を売りさばいて、石油のマイナスをプラスにできるんですよね、多少。いや、今回も完全にあれだな。戦争と、あとはその後の無計画な工場の、乱立によって経済が波状しましたね。とはいえ、このまま放置するわけにもいかないしな。やっぱりちょっと苦しいものの、外交でひたすらに売っていくしかないよな。まずは、この潜水艦とか、もう今後一切戦争はしないっていうところで、こういうものを売っていく、むしろ売れるの。欲しいところがあるのっていうところだよね。まあ、ちょっと試しに今選択しているバングラデシュに売ってみる？バングラデシュに売れるとも思えないんだけどな。台湾とかのが。いや、でも台湾も金ないもんな。やっぱチャイナなんだよ、チャイナ。中国なんですよ。バングラデシュ買わないよね、そりゃ。だから、ここはもう、戦車を。試しに6両中国に売ってみよう。で、中国のこれ国庫の潤い方とか半端ないですよね。そう、これで中国が買ってくれるかどうかだな。中国が買ってくれるんだったら、もう中国に我々の全てのものを売っていこう。消費物資が著しく欠乏ね。6万2000トン欠乏。外交拒否。買ってくれないか。いやー、困ったなー。国債発行は絶対ないでしょ。30%とかもう買った時点で支払い能力がゼロになるからな。アメリカに対して我々のユニットデザインの技術を売ってくる？アメリカだってそれは欲しいでしょ。80メガしかくれないからな。今満たしているのって何もないもんね。ウランぐらいでしょ、ウラン。外交取引成功。軍事物資を提供して、一時的に2496くれると。よし。でも10月の話だもんな。だいぶ前の話じゃないが。何をこう期待しちゃったんだ。むしろアメリカに拒否されている、高々80メガのミサイルデザイン設計の供与を拒否されてるからな。国債を発行する以外に何か手立てがないかな、この財政の立て直し。いやー、ミサイル技術をバンバン売っていこうと思ったけど、どこも買ってくれないな。そうなるとだ、その他に我々の最先端の技術、まだあるじゃないですか、というところをちょっと目を向けてみる？やっぱり対象は金のある中国なんだよね。だったら、まあいいか、買ってやろうかってなるかもしれないんで、技術を売っていこう。何を売るか。まずは科学じゃないな。なんだろう。あ、そうそう。基幹細胞。これ売ってみよう。これいくらで売れるかな。
8000売ろう。これアメリカとかにも売っていこう、基幹細胞の技術。外交拒否、これどこ、チャイナか。いや、基幹細胞の技術は持っといた方がいいよ、本当にそう言いたい。何、アメリカはすでに持っていたか。高速列車の技術とかさ、欲しいんじゃないの。日本だって鉄道国家ですからね。2000メガで売りましょう、アメリカさんに。その他、合成燃料なんかも欲しいんじゃないの。これも売ろう。製造業の改善、まあ我々日本は製造業の先進国ですからね。これも売っていこう。さあ、あとはこれでね、買ってくれればいいんだけど。外交の申し出、提供項目で、もう俺たち食料援助を受ける国になったわけだな。ついに食料援助を受けましょう。で、金はよし、一気に増えたぞ。アメリカに技術を売りさばいたことによって。よし、アメリカってちなみにここ、いや、アメリカも結構きついっちゃきついよな、これ見ると。アメリカも結構きつそうだけど、とにかく金がいっぱいあるチャイナに対して我々の技術その全てを身売りしよう。なんか投資場みたいになってきたけど、もうしょうがないね、金がないんで。ステルス機の設計、これとか欲しいだろう。目が、まあ、喉から手が出るほどに。金をよこしなさい、金をよこせば全てを差し上げよう。もう完全に中国に依存した、中国に頭の上がらない、そういう国家になりつつありますね、我々は。まあ、外交を拒否されようが何されようが、ひたすらに売り込んでいくっていうね。もうそれ以外に今の我々にできることはない。買ってくれないな、中国は。損するものじゃないと思うんだけどね。そんだけ金があるんでしょ、だって。高度薬品研究、ステルス機の設計とかさ、欲しいでしょ。で、今こんだけ国庫に余裕のある国ってきっと中国以外ないからな。もう我々の経済は完全に破綻したからな。やっぱ世界の国が何を欲しがっていたかっていうのを見余ったのかな。あとは無計画な工場の乱立、これですね、まずかったのは。あと売れる技術何かあるかな。軍事物資誰か買ってくれ、大量にある備蓄の軍事物資誰か買ってほしい。
いやー、もうだって何にもないもん。積んだな、完全に。ここで諦めるのはちょっともったいないからな。やっぱり盟友のアメリカに技術を売ってくれ。じゃあ中国が買ってくれないなら、その農家でいうと我々の同盟国で言えば助けてくれそうなのはオーストラリアとかかな。オーストラリアもただ国庫に余裕があるかというと決して国庫に余裕があるわけじゃないからね。ただここはまずはミサイル技術から売ってみよう。まあ、買ってくれるかどうか別にしてね。頼む、買ってほしい。結局今石油が全く入ってこない状態なんで、石油を買ってオーストラリア拒否でね、石油をもらってっていう状態なんだけど、石油がもらえないからな。そしたらアメリカに対して、おっと、また外交の申し出が来てる。石炭を恵んでくれるのか、ありがたい。いや本当にありがたいですね。こうやってちょっとずつちょっとずつ物を受け入れていこう。もう我々は国連から食糧援助を受ける国になり下がりましたからね。はい、というわけでちょっとね、時間もいい時間になりましたので、もうこの後は身を削るプレイになりそうなんですが、次回以降もね、この続きプレイしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんからのアドバイスいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。